ところは欧州、その次期国主門天丸は世話役であり、指南役の片倉小十郎と共に今日も剣の修行へと明け暮れていた。今までに比べたら多少はマシな立ち筋だ。だが、ようやく旧大天といったところだな。マジかよ。完璧だと思ったのによ。何がまずいってんだ。呼吸か、間合いか。次は二の太刀をもうちょい溜めてみっか。ついてきた。いや、右目を失った頃に比べるとまるで別人か。あの頃、光の半分を突然奪われ自暴自棄になり、凶暴で手のつけようもなく家畜で見限られつつあった。だが俺は残された左目に宿る光の瞬きを見た。その瞬間から俺はこのお方の右目となり、正しき道を共に見定め並びかける覚悟を決めたのだ。俺の目に狂いはなかった。強く、たくましく、賢く、心根は熱く、情にも熱い。何より国主となる者の自覚がすでに芽生え始めている。
あとは目標、心の底から熱くなれる何かがあれば、この大方は竜のごとく蒼天をどこまでも駆け上る。おい小十郎、いや、ぼーっとしてんなよな。ああ、よし、なら稽古の続きだ、本店。じゃあねえっての。なんだよお前、さっきの音を聞いてなかったのか。音だと。え、ああ、聞いてなかったんだったらまあいいんじゃねえの、気にしなくて。うん、さっきから何を言ってやがる。と、それより俺ちょっくら顔でも洗ってくるぜ。稽古の続きはその後な。